皆様、こんばんは。えっと、平成六年の。二月。十五日。木曜日です。十八時。十八時三十分になりました。えっと。昨日、やっと、やっとじゃないけど。結局。二週間と、四日。四日しかいな、四日しかじゃないけど。四日。入院に。 入院院ししていました昨日退院あれ何かおかしい寝ぼけててもうなんかごめんなさいちゃんと喋れるかわかんないけどあのもう化粧してたらちょっともうなんかどんどん遅くなって予定予予定定じゃ予定はないんだけど遅くなるのでもうごめんなさい化粧はごめんなさいえっと4日しか入院はしてなかったけど2週間と1か月伸びたんだけど本当はあの 帰ってきました情けないですはい。本当にもうマー君も預かってもらって本当にマー君も心配することなく楽しくやってたみたいです本当に今日もさっき来てくれててその預かってくれてた方がまあもうマー君に会いたくて来てくれて本当可愛がられ可愛がってくれてて。 その方はたのにいらっしゃるんですけど宮崎の私の依頼の近くなんですよ清武の山山があってほんとその山とかもさ連れて行ってもらったみたいです散歩で,でなんとマー君はあ今日コミュニティにあげようと思ったんだけどごめんなさいあのもう写真も撮ってるんですけどコミュニティを出すコミュニティに出す写真あの 体重測ったら、あの、コメントで、10キロあります ?10 キロある、ありますよねってくれてた方がいたんだけど、<laughs> マー君10キロないんですよ。まーくんは9キロだったんですよ、入院する前。だけど、8キロになってました、なんと。痩せてて、もうめっちゃよ、ダイエットにもなってよかったなと思って、多分、 散歩とか山に連れて行ってくれたの,のもあるしちょっと食,食欲がな落ちたのもあるしほんとよかったです痩せて痩せてたからちょっとねああって思ったけど心配にはならなかったけど痩せてたからああって思いましたね、はい、くびれがあったのでやっぱこの腰のところに。 もうちょっとおやつを少なめにしようかなと思ってます。まあ、変なのはあげてないんだけどね、太るようなのは。うーん、まあ、はい。太るようなのっていうか、はい。で、その、さっきも会いに来てくれてて、本当に、またなんか、また連れて行ってあげるよ、山にって言ってくれ、くれ、くれました。<laughs> 忙しい、忙しいお方なんですけどね。はい。 愛護もされてるのでねお仕事とね自分のところにも柔軟塔といるのでワンちゃんとか猫ちゃんもいるし、はい、であのコミュニティにまたあとで写真をあげたいと思いますので見てくださいなんか逆に,逆になったんですけど最初にコミュニティにあげるつもりだったんだけどあもう3分えっとなんか いろんなことをごちゃごちゃ話すかもしれないんだけどごめんなさいとそれからあの一日3回もコミュニティはあげてしまって、えー、後で考えたらやっぱり3回も <laughs> 多いかなと思ってちょっと減らしたんですよ途中んだけどやっぱ見て,く見てくださってた方がいらっしゃってあやっぱちゃんと3回最後まであげればよかったなって。 公開しましまたえっとそれと三ん当3回も見てくれてコメント温かいコメントもくださって本当にありがとうございました本当に励みになりました何な,なりましたって何かおかしいけどなりましたあの、うん、あっという間に時間も過ぎたし、うん、皆さん 皆さんにコメントを返信するのも本当に楽しくできました動画をたくさん見てくれてコメ,ントもコメントもくれて本当にありがとうございましたありがとうございますそれからチャ,ンネルチャンネル登録もしてくださった方々ありがとうございます あの何も手も加えてない動画に本当楽しと楽しいのかなと思うような笑わせたいってみんな皆さんを笑わかせたいって言ってるけど楽しくねそんななんかね見る,見るうんなんて言うんだろうそういう動画じゃないのにうん本当はね したいけどちょっとで様子う,うんしいですどんどんチャンネル登録も増えてて本当に毎日ちょっとどんどん増えていっててびっくりしてるんですけどはい。うん いろんな方が見てくれてるんだなと思って本当なんかすごいつながりをすごく感じています入院する前にあのような動画を撮ってお蕎麦さんが紹介してくれてバタバタいろんなことが起きたのでもうなんかけはわからないわからない状況だったんですけど、はい、入院中に動画撮ろうなんかあんまり 撮ることを頭の中で想像してなかったからもう皆さんにコメント返すことでもういっぱいで頭なんか,か,かどう次動画撮ろうってあんまり頭に浮かんでなかったですあの動画,動画をんあの動画あの賛成ともう応援でき,、ま、で,なくできなくなりましたという動画をあげたことについてんうんうん 話そうと思ってたんだけどなんかあんまりまとまってなかったです頭の中であんまりあれは本当は意味ないんですよね私あの動画を消すか消すのでそのなんかおあのそれのたいそれに対して動画を見てくれた方にお礼を言,うの言いたくて動画を撮ったんですけどああいう配信になったから配信とかああいう 語りにしゃ喋りになったからあのあ,のあいう風になっただけであんまりいつからこうでいつからこうでってあるんだけどそれを発信しようっていう感じではなかったんですよねうん多分 <laughs> あんまりよくわからない考えてないんですよねごめんなさいねあ,るありますけどねちゃんときあの 思うんていうんですか思いというのははっきりはいはいとあと言うの忘れて何かあったんだけど入院中の入院中の <laughs> エピソードで4人,の4人部屋でちょっとあるんですよそれをちょっと話そうかなと思って皆さんに皆様に。 あの80歳のおばお姉んおばあんお姉様が2人いたんですよ迎えに。でなんか、うん「姉やね、うんあんた妹やねん」って言って2人でお話ししてるのが聞こえてきててなんか一人のお,、ね、お姉様が「私は若い頃外国,人のし外国人に抱かれたことがある,がある,よある,あるとよ」って言ってて。 すごく <laughs> 面白かったです。わあこれ絶対楽しい入院になるなと思ってて最初からああ最初思ってて、うん、そういう話し声とか聞こえてくるし「ごめんねうるさいやろ」って言ってく来られたんだけど「いや全然全然うるさくないよ楽いいですよ楽しいですよ」って言ってもうほんとニコニコ笑っててカーテンを閉め切ってるんだけどみんな。 そうやってやってたんだけどで私の迎えのお姉様はあ最初にもう一人の斜め前のお姉様が退院して迎えのお姉様と私になってあとあまたすぐ入ってこられたけど違う人がそのお姉様とすごく仲良くなってもうカーテンも最初ちょっと閉めてたけど半分以上開け開けられて。 私が食事の時に写真を撮るんですけどカーテンを開けて明るくして写真を撮ってたらあのお姉様もカーテンを開け出してお話ししてきだして仲良くなってであの豆まきの日あの2月2日ですかね節分の日にあのなんか食事でおま,おまんじゅうが出てて鬼の顔の。 そのおまんじゅうを私も写真撮りたいって言ってガラケーでなんかしてて、いや撮り方わからんから撮ってって言われて、それは私もガラケーなんか久々触って全然わかんないから、<laughs> 一時戸惑って、やっと撮れて、まあ、まあうまく撮れなかったけど、ちょっとずれたけど、撮ってあげたんですよ。で、仲良くなってね、ああ、これ絶対でも最初ちょっと思ったんですよ。 あ最初こんな楽しかったら絶対何かあるなこれはと思ってて <laughs> どんでん返しがあるよなと思っててやっぱり来まして <laughs> どもっとなんか突き落とされたみたいな崖からもう,もうあんまり言わないですけどはいまあ自分の弱さですかねでもね弱かったですよね。 弱いも何ももう変わらないですよね、ここは。この短期というか、結構私短期なんですよ。こう見えて。短期っていうかうん、よく自分でそこのところは分からないっていうか、もうダメなものはダメと思ったらダメなんですよね。心がないっていうのが一番です。あの、言葉一つっていうか、私も人にそんな言えるあれではないんですよ。恐れた。私も 鏡と持ってるので人は私も言葉は気をつけないといけない時がいっぱいあるので人を傷つけることがあります時に、うん、自分の発言とかでだからそれは気をつけないといけないってすごく分かってるんだけど、うん、言葉そういう発言じゃなくてねなんかちょっと違ったことだったんだけどはいちょっとね うん、ちょっとパッと言えば言えるんだけどちょっとなんか動画ではちょっとね動画っていうかこれ全国全日本全国だからねあんまり言,言えないですねあんまりねはいでそうですねではいさまあ、1ヶ月頑張れなかったけど今回の入院はそのあれが、うん、しなかったらあのしてよかったことはあの 絶対なのでしてよかったので元気になったのでこう喋ってても息切れもしないのでもうあんまり咳もこまなこまこまこ咳もしこまはちょっとごめんなさい言えないでしないあんまりしないですもんね咳はね、はい、咳っていうかで声が枯れなくなったしねでまあ、あ「ごめんなさいね飛んだけどそういうなん13分ですねもうごめんなさい」 であのそういう楽し,楽しかったんですけど結局そういうことになって帰ってきましたけどよかったですはいじゃあえっと本当に温かいメッセージをいただきましていた,だいただきましてありがとうございましたどう、えっと またた動画撮りいいと思まますまだ話したいけど動画を分けて喋ろうかどうしようか今ちょっと悩んだけどねジャパネットジャパネット田中さん今私が気になる人はジャパネット <laughs> これこれこれ <laughs> ジャパネット中田中田さんジャパネット中田さんジャパネット高田さんじゃないのこの人よく私分かんないんですよ。この人のがいきなり散歩行く前先見てなんかいきなり上がってきたからね。で、チャンネル登録したんだけどいや、し前もしようかなと思ってやって,てなくて、やってなくてチャンネル登録。 これ金返して賛成党。この T シャツ本当 <laughs> 面白い。カツだと奥さんにヤバいみたいで奥さんからやめてって言われてるんでしょやめや、やめた方がいい,い,いと思うけど離婚の危機があるって言ってましたよ。カツもそんな賛成党のごときでごときって言ったら、ね、一生懸命やられてる方に悪いからね。 離婚してほしくない <laughs>。はい。<laughs> お。ごめんなさいね。ごめんなさいね。ちょっとのまんと水がですよ。もう本当にトレーナー。これ来て歩くのかな？大丈夫かな？アンチって言われてなんかやられたら嫌だな。こうなんか石投げる人はいないと思うけど、害ってあの？ なんだっけチラ,シチラシ配りでね石投げた人石じゃないねこう指立てた人がいるんでしょあの言ってたけどあの人が誰だっけ野中伸介さんが言,わ言ってたけど大分か福岡か私はつばはかれたことがありますけどねデパートの前でチラシ配ってては剥かれたって私にペイじゃないけど こう自分の下にペッペっッて吐くんですよ。それやらしいでしょ、でも。たんですよ、ちょっとおかしい人が。普通の感じじゃない感じ、なんか、なんかちょっとおかしかったですよ。まあ、見た目で人は決,決めつけたらいけないんですけど、はい。ごめんなさいね。で、この、たけだ、中田さんもう名前が覚えれない。田中さんな、これえっ、ー、と、中田さん。 人の名前を間違えたらね失礼失礼ですもんね中田さん中田さん難しいまあいいやどっちでもごめんなさいねだからねもう面白いこの T シャツやばいこの <laughs> まあいいやごめんなさいごめんなさいそれではなんかもうすごいね皆さん一生懸命一生懸命で傷つかれた人 傷つ,かついてる人お金をが返ってきてない人がいるんでしょうかね私ちょっとねまだ見てないからね動画をもう自分の動画とおそばさんの動画と動画動画,動画前の動画もまだ見てない見れてないんだけどもうほんとなんか手際が悪くて申し訳ありませんはい皆さんについていってついていっていけ,いけれてないです ごめんなさいそれでは長くなりました本当にすみませんじゃあお,お礼を言いたかったんですけどね皆さん皆さんにね今日ははいバタバタなんか喋ってしまって申し,申し訳ありませんでした今度はちゃんと綺麗に化粧して撮りたいと思いますじゃあ失礼します 明日は金曜日か良い週末をお過ごしくださいバイバイマー君はまんま食べました新しい封を開けた方のドッグフードいやらしいですねやっぱ湿気出た湿気出たのは食べないのかなわかんないはいそれではマー君はもうベッドの下に隠れたので寝てあ出てきてるけど出てきてますこれで <laughs> マー君違うんですよ本当はこれマー君じゃマー君じゃないんですけどね作りたいですけどねこういうのグッズねマー君とかねほんとね失礼しますごめんなさい遅く遅く長くなってちゃお